始まりました大宮探検同好会、皆さん明けましておめでとうございます。さあもう新年の皮切りですからね、やっぱり新年といったらそうです、氷川神社さんに初詣いきましょう。そこででございまして、今日もねアシスタントの、彼女からまず紹介しましょう。どうぞ。はい、ダンサーのエリナです。今年もよろしくお願いします。あれ、あんまり元気ねえよ。いやいや、ということで今日実は高木誠が何か知らないけどお休みなのよ。何サボりかな。そういうことか。そういうことというわけでございまして、今日は高木誠くんがお休みでございますんでね、強力な助っ人を、はい、2人呼んでます。2人もやったん。さあまずはね、もう去年もう僕一番この人と一緒にいたんじゃないかな、うん、実は昨日も一緒にちょっと行田まで行ってきました、新舞踊のお勉強でということでございましてですね、行きましょう。藤木イエイエイ。どうも。明けましておめでとうございます。ジングルっていうか長いね。長めに今日は誠がいない分だけ頑張ってほしい。新年一発目なんで、ね、はい、もう一人。あ、もう一人より寒くない？大丈夫大丈夫。やばいな、この人が来てるの、もしかしてということで、そうです、大丈夫大丈夫といえばあの人、行きましょう。ミッチー。大丈夫大丈夫、明けましておめでとうございます。実に面白い。よろしくお願いします。去年お世話になりました。いやいや、にもね、もうこの二人は準レギュラーと言って間違いない。レギュラーの座を脅かしてますので。格上げですね。格上げ、格上げ、格上げ。さあということでね、2022年、はい、新年最初のタイトルコールみんなでいきましょう。はい、大宮探検、ゴーゴー、ヘイ。横外れの雨、うまくいかない日ってこんなもんだろう。どこかで聞こえる時代遅れの歌も、こんな気分にはやけに溶け込む。
変長らくお待たせいたしました。さあそれではまずは新年のご挨拶からです。皆様新年明けましておめでとうございます。はい、よくできました。さあお猿さん、千年以上も前から厄が猿、災いが猿と言われております。この子の芸を見ていただいて、今年一年何事もなく楽しく過ごしていただけるように精一杯頑張っていきます。最後までのお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。まずはハードルジャンプ。本来お猿さん四足歩行ですので、立ってること自体難しいんです。立ってるだけでも難しい子が立ったままジャンプしていきます。さあそれでは集中してもらいましょう。ケちゃんごめん、助走取ってきてもらっていい？助走取ってきて、はい、前向いて半歩前、はい、すいません、ここで感動しないと他で感動するとでございませんので、日本語が通じる猿でございますからね、ここで感動しといてあげてください、ね、さあそれでは行きましょう。まずは一つ、いいね、OK です、 OK です。さあそれではどんどん増やしていきます。まとめていいぐらい、ほら徐々に拍手も増えてきた。さあいきます、3つ来ました。いいじゃないの、発想飛び頑張れ。そうさあ助かるよ、ね、よろしくお願いします。グループに頑張ります。さあ、ゆうくんにとっては命がけです。成功したら大きな拍手お願いいたします。ただやっぱ広いので、ゆうくんの気持ち聞いとかないと。飛べそう？いけそう？オッケー？見た？飛べる？どっち？いける？お腹かいてないで。聞いてるね。聞いてる？飛べる？いや、無理無理じゃない。なんで無理？嘘。でもこうだよ。で、こう。だからもうちょっと詳しく教えて。一緒に聞いてるわ。耳と耳おかしくない。あんたが言うね、私が聞くね、聞いてんね。口持ってきて、ね、耳。すいませんね。やっぱりこの広さ、ちょっと自信がないみたい。どうか拍手で応援お願いします。ありがとうございます。はい。ゆっちゃん、ここ集中しとかないと怪我するよ。みんな応援してくれてるから頑張ろうな。さあそれではいきます。信頼関係がないとできない芸でございます。見ますとどんな芸かは見てのお楽しみ。その拍手本当に嬉しい。さあ拍手は必要以上。大群発ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ご存じの方持って帰ってください。もらいました。ありがとうございます。なんか開けてみましょう。ありがとうございます。ということで今稲荷様の方、はい、
はい、お願いをいろいろして祈願をしたと思うんですけれども、はい、我々やはり芸能にやってますんでね、はい、やはり芸能の神様のとこ行きませんか。はい、行きたいですね。こちらがそう、はい、芸能の神様ですから、はい、こちらのちょっと参拝させていただきます。なるほど、行きましょう。寒くなってきた、早めに行こう、行きましょう、はい、レッツゴー。Go, go, go! チアダンススクールの今日はまめちゃん先生に生徒さんたちが来てくれて、生徒生徒って何やそれ。何をお願いしましたか。私の大会で3チームで予選1位通過して全国に行けるように。すごい、そう、はい、はい、私ですか。私です、先生、はい、私は2022年3チームあの大会クラス今日一緒に来てるので、3チームが全国大会に行っていい結果をまず出すことと、うん、全員が楽しんで悔いなく一本を転げるようにっていうのと、あと怪我しないように、うん、まずはみんな、私もそうですけども、うん、はい、っていうのを挑んできました。なるほど、いいよ、ね。さあ、ということで、勝負チアダンススクールの皆さん、なんかいろんな抱負聞いたんでね、ぜひともやっぱり彼女たち自身が優勝を目指すということは、僕らもいろいろ芸能で頑張って、はい、いろんな優勝、はい、チャンピオンを目指して頑張りたいと思いますんで、はい、皆さん本当今年2022年いい年にしたいと思います。最後はタイトルコールで締めたいと思いますので、はい、ちょっとさっき覚えてある締めてください。いきますよ、せーの、大宮探検ゴーゴー、はい、頑張るぜ、優勝優勝優勝、頑張ろう頑張ろう。明日の僕を導く、今日出会えた人たちのために僕は輝こう。会えてよかった、たくさんの人に、この動画がいいなって思った方はいいねとチャンネル登録お願いします。また次の動画も見てね。大宮探検君に出会い、僕は知った。